2週間前に買った稲を干して、今日はその稲を脱穀します。その脱穀を古い昔ままのやり方と機械とかの両方で実施します。この鳥どこによ。昨日20羽ぐらいここに飛来したんですよ。あのこっちの鉄塔の上にも。いや、どこにあるの。今この上に3羽おるんで。あ、あれそう。はい、この横にも。ほう。昨日このオープン。あれも。これはね、中古で買ったんですよ。すごい。去年のやつがもう一つ調子悪か、借り取ったやつが調子悪いなと思って。いろいろお金がいりまんな。田んぼ部長の匠くん、その奥さん、奈々ちゃんも到着しました。ヘアフル道具。今日はこれを。まあ、でも昔の道具ってすごい。おね、今も使えるってすごいよ、ね。これはどっから？これはあのマサのお友達のところでずっと使ってるの、納屋にしまってやったやつを。ここに出てきて。いよいよこれから脱穀作業にかかります。普通にくくると切れてまうけど、この人ねじってこれで、よかった、そうそう、かった、これをまた作っておいてもらわなあかんねん。この短いのに獅子16個もせなあかんから、ぐわーっとこう、あの膝で押さえ込んでて、またくぐるときはまた、Thank you.
くぐると横に行ってあるので、あれですよ、これぐらいの感じ。これを調整しながら、冬眠にかけていくから、閉めるときはこの三角マイクを一番右に閉めてる状態。はい、入れる。これがちゃんと閉まってるのを確認して書いてる。そうじゃないとただザザ漏れになるだけやから。全部下に出たって。2回も。これそしたら、これを、右回しか右回しで風を送っていきます。こっちすごい風が吹いて、これ見て、これに回ってるで、ね、これが微妙なところが、全部開けるとドバーッと落ちて、うまいこと機能しないんで、まあ、これも三角なんですけど、自分でこの三角の下のやつを調整して、まずちゃんと回す、しっかり風を送って、で、ちょっとずつこう開いていく。そしたら、そっちに貸しだけ飛んで、身の詰まったお米は下に。そうそう、しっかり回す。この回す手は絶対やめない。また来た。この鳥なんとか取れました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。